玄奈演武とは、慶長20年5月の大阪夏の陣において、江戸幕府が大阪城主の豊臣家を攻め滅ぼしたことにより、王人の乱以来、150年近くにわたって、断続的に続いた大規模な軍事衝突が終了したことを指す。同年7月、江戸幕府は朝廷に元号を、慶長から玄奈と改めさせたことで、天下の平定が完了したことを広く宣言したと、見られる。 演武とは、中国古典、諸教宗書、武政編の中の語、王来寺書、イタリウ豊の演武修文。瀬て、文を、治むむ、に由来し、武器を、演瀬て、武器庫に収めることを指している。書出の使用時期は不明だが、江戸時代中期以降の樹者の初め語だと推定されている。豊臣家の滅亡よって、江戸幕府による、全国支配体制の基礎が確立し、 以後は、領主権力同士の軍事衝突が発生しなかったことを江戸幕府側が徳川の天下太平を称え、称賛する意味で用いられた。戦国時代の周期にはいくつかの見解が存在するが、その一つが大阪の陣での豊臣氏の滅亡により、現在演武によって戦国時代が終了したとの考え方である。支配体制や軍事史とは別に文学史では、 乱世を描いた中世文学の時代を方言の乱に始まり、大阪城落城までとして玄奈演部に終わるとの説がある。玄奈演部を境に、それまでは仮想として描いた太平が現実になり、同じ言葉やセリフでも明確に意味が変化し、機能が異なっている。6月にはすでに国一情勢が定められ、改言後に幕府は、 武家諸法との制定などによって支配体制の強化を図っていくことになった。ありがとうございます。